フェアフィールド中心街にある、空の軍軍庁舎。空の軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のベーデルタに位置する、軍であり、州都サクラメントの南西、サンフランシスコ市とのほぼ中間にある。サンフランシスコ米エリアを構成する9つの軍の一つである。2000年国勢調査で、 の人口は394,542人だったが2010年では413,334人と4.8%成長した。軍庁所在地はフェアフィールドであり、人口最大の都市はバレーホである。ソラノ軍はカリフォルニア州が州に昇格した1850年に創設された軍の一つである。州になる前はベニシア軍と呼ばれていた。 マリアーノ・バレーホ将軍の要請により、この地域に住みバレーホの親しい同盟者だった、サスン族インディアンのソラノ州長からその訓名が名付けられた。当時ソラノ州長は部族を率いてペタルーマ側とサクラメント側の間に住んでいた。ソラノ州長は勇敢なあるいは激しい手を意味するセムイエトとも呼ばれていた。カトリック教会の伝道書で洗礼を受けた時に、 スペインのフランシスコ海宣教師、フランシス・ソラヌス神父にちなんで、スペイン名のフランシスコ・ソラノという名前を与えられた。ソラノは、北スペインの特に、ナバラ、サラゴザ、ラリオ派ではよくあるせいである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は907平方マイルであり、このうち陸地は829平方マイル、水域は77平方マイルで、 水域率は8.55%である。フェアフィールドのすぐ東にトラビス空軍基地があり、カリフォルニア大学デイビス校の南キャンパスの一部が軍内にある。空の群には多くの希少種や絶滅危惧種が生息している。例えば甲虫類のデルタグリーンをサムジ、野草で通称コントラコスタゴールドフィールズのラステニア、コンジュゲンス、及び一年草のレジェネレリモザ通称、 偽りのビーナスの鏡などである。軍内にはヘースティングス鉱山やセントジョンズ鉱山などいくつかの休止している新社鉱山がある。これら鉱山は20世紀の前半には再鉱が行われていたが、現在進行中の環境モニタリングの対象になっている。サザンパシフィック鉄道のベニシャ駅舎、1897年の建設を改修空の軍にはいくつかの 公共交通運営機関がある。各運営機関は相互に接続しており、軍内を乗り継いで移動することを可能にしている。また、コントラコスタ軍内にあるバートの駅ともつないでいる。他のナパ軍、ヨロ軍を及びサクラメント軍の公共交通とも乗り継ぎができる。グレーハウンドやアムトラックは長距離都市間輸送を担当している。軍内の一般用途空港としては、 ナットツリー空港とリオビスタ市民空港がある。カルキネス海峡、ソラノ軍とコントラコスタ軍をつなぐカルキネス橋以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ソラノ軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で民主党の強い地盤である。ただし、サンフランシスコ米エリアの他の8軍に比べると共和党への投票比率は いくらか高い方である。大統領選挙で共和党が多数を取ったのは1984年のロナルド・レーマンが最後だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、カリフォルニア州第3、第7及び第10選挙区の一部であり、第3選挙区は共和党議員、他の2つの選挙区は民主党議員が務めている。カリフォルニア州議会下院議員の選挙では、第7、 および第8選挙区に入っている。カリフォルニア州議会上院議員の選挙では、第2および第5選挙区に入っており、すべて民主党議員が務めている。2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の55.9%は法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。 この命題に賛成したのはサンフランシスコベイエリアの軍で唯一だった。同じ日に大統領選挙も行われており、バラク・オバマがジョン・マケイに28.5%の大差をつけたが、これは州全体の24%よりも大きな数字だった。ありがとうございます。